こんにちは、ジネックスの関東エリアリーダーのゆうゆうです。今日はポーチの紹介をします。これが私のお気に入りのポーチです。中学校から使ってるので、すごい汚れてっちゃったんですけど、すごい気に入ってるのでまだ使ってます。私の化粧品の中でお気に入りのものはラブダーリンアイライナーです。一番お気に入りなのは落ちにくいところです。結構クレンジングとかしても残ってたりすることが多いので、普段は化粧したまま寝ちゃったりしても基本的にずっとついてます。いつもこれを買っています。細くて細かいところも描きやすいし、しっかりと黒く残るから描きやすいので、化粧を始めた時からずっとこれを使っています。次に私が気に入ってるのはキスミーのリップです。すごい落ちにくいので、ご飯食べに行ったりとかする席とか、結構飲み物飲む場所に行く時とかだとすごい取れないのでおすすめです。今日はチークをピンクでリップもピンクで合わせてたんですけど、普段チークを塗らずにちょっとクールな感じにしたい時にこの赤いリップを使ってクールな感じにしています。今日は持ってきてないんですけど、このリップ落ちなくて本当にお気に入りなので、これは赤なんですけど、家にオレンジとピンクとベージュを3個揃えてます。落ちないリップは何個か持っていた方が本当に便利だと思います。次に私がお気に入りなのはキャンメイクのコンシーラーです。明るいコンシーラーは肌荒れがすごい時とかに、ファンデーション塗る前に下に塗ってから伸ばしてファンデーションに重ねていくとすごい綺麗になるし、 T 字描く前にコンシーラーを塗ってその上にハイライトを入れたらすごい綺麗に見えたり、顎と目の下とかもハイライト入れてるので、ハイライト入れる前に塗っていくとすごい綺麗になります。次に暗めのコンシーラーは、まずノーズシャドウをするときにケイトの粉を塗る前にこれを塗っておくとすごい綺麗な自然なノーズシャドウになるし、小顔にするときも結構顔の輪郭の部分をこれで削れるのですごい便利です。私がスティック状のコンシーラーを買うのは、まず液体のやつだとべちゃべちゃになってすごい塗りにくいので、これだとすごいこのままスティックで塗るだけなのですごい楽なので選んでいます。キャンメイクのコンシーラーは600円なのですごい安いし、キャンメイクは全体的にすごい値段が安くて結構いいものがあるのですごいお気に入りです。次に私が気に入ってるのはメンソレータムのリップです。一番乾燥しやすい時期とかに乾燥しづらいし、すごい肌を守ってくれるし、ラメとか入っててすごいキラキラしてて可愛いのでこれを選んでいます。落ちやすいんですけど結構すぐ塗りやすいし、クリーム感があるので鏡がなくても塗りやすいし、持ち歩きも便利なので気に入っています。いろいろ紹介したんですけど、私が化粧品を選ぶポイントは落ちにくさと発色の良さと値段です。なので皆さんもし発色の良くて値段の安くて落ちにくい化粧品があったらコメント欄に残してください。私の動画や先輩グループの動画もアップされてるのでよかったら見てください。バイバイ。